おはようございます。学ぶをハブファンへようこそ。このポッドキャストでは山あり谷あり29年間の公立小学校教師の体験を経て、現在 YouTuber、ポッドキャスター、フリーランスティーチャーとして活動中のジュンジュンが、教育、子育て、メンタルヘルス、読書で学んだことをゆるーくお話しする番組です。皆さんおはようございます。ジュンジュンです。今日はあるを発見トレーニングやりますというテーマでお話しします。一体何を始めるのかっていうことなんですけれども、このトレーニング、簡単に言って今自分があるものを発見するトレーニングということです。もうそのままなんですけどもね、このトレーニングは私のように自分自身のあるを見つけるために行ってもいいし、学校の先生方やお父さんお母さんがお子さんに向けてお子さんのあるを見つけるためにやってもいい内容だと思っています。何のためにどのようにやるのかということについて今日お話ししていきますので、ぜひ最後までお聞きください。まずはじめに、ある発見、あるを発見トレーニングって一体何かっていうことについてお話をします。そして次に具体的なやり方についてお話を進めていきます。ではまず一つ目のあるを発見トレーニングって一体何なのっていうことなんですけれども、これ私がね何か本を読んで見つけたとかそういうことではなくて教えていただいたんですね。先日私が今ビジネスについて学んでいるサロンが、このねポッドキャストや YouTube でも頻繁に出てきますけども、そのサロンの同期の方から教えていただきました。その方は東京オリンピックを目指しているハンマー投げの選手なんですね。通称アピちゃんと皆さんから呼ばれていらっしゃる、本名は浅田鈴香さんという方から教えていただきました。アピちゃんなのかアピちゃんなのか、関西の方アピちゃんっておっしゃってるんですけどもね、私はアピちゃんと言ってるんですが、アピちゃんはアスリートとして、自分自身と向き合う中で自分を大切にするアスリートを増やしたい、そんな思いからご自身のアスリートとしての体験と、そしてライフコーチングという手法を掛け合わせて自分を大切にするアスリートを支える活動をされている本当に素敵な方なんですね。そのアピちゃんご自身がコーチングを自分が受ける側として、その中で体験したワークの一つにこのあるを探すワークがあったそうです。アピちゃんからお話を伺って痛感したことなんですけれども、私は公立小学校の教師時代に授業やクラス、そして自分自身に随分長い間、これでよかったなという達成感を持ったことは一度もなかったんですね。常にもっともっとと渇望していたんですね。こんなんじゃ足りない、こんなんじゃ足りない、ダメだっていうふうにも思ってました。自分の足りないところを目を向け続けてきていたように感じます。その時はこれがあるから自分は成長するんだと思ってきたんですけれども、でもまずは一旦自分ができていること、達成していること、あるもの、持っているものを受け入れた上で、じゃあ次はどうするんだっていうふうに目を向けていかないと、いつまでも満たされない自分、渇望している自分のままになってしまうなって気づいたんですね。これは最近がっつりこのサロンでも読んだ嫌われる勇気にも書かれていた自己肯定と自己需要にもつながる話だと思います。このね嫌われる勇気の話はちょっとこれは割愛しますけれども、もしそれどういうことなのって感じた方はぜひ嫌われる勇気を手に取って読まれることをおすすめします。話元に戻しますね。アピちゃんと話していて気づいたんですけど、私は私のあるにほとんど目が向いていなかったんですよ。でもね、出会った子どもたちのある、あるもの、言い換えると良さには目が向いていたんですね。自然に目が向く。この子ここが素敵だなって感じるところが必ず見つけられたんです。じゃあ自分は、
自分のここが素敵だなって思えることってあるのかな、そんな風に目が向いていなかったんですね。足りない足りないばかりでした。どうして子供たちには見つけることができて、どうして自分には見つけられないんだろうと考えたら、まあなんてことはない、私は子供たちのいいところを毎日繰り返し見よう見ようと、まあ、それこそ目を皿のようにして探している時期がやっぱりあったんですね。子供たちのいいところあるを見つけたら記録する、時にはジャージのポケットの中にメモ帳や単語帳を忍ばせている時もありました。まあ、結局邪魔でね、座席表というのはこう一覧表にメモ書きしていることを続けていたんですけども、まあ、そうやって子どものあるそれから良さに目を向けるトレーニングを長年繰り返してきたからこそ習慣化されているんだ、だから一時もう探すんだ探すんだっていうふうに見つける癖を習慣化させたことによって、その後そういう意識をひとまず置いた後でもそういう習慣を身につき続けていたっていうことだと、まあ、アピちゃんとの話の中で気づいたんですね。つまり自分の中にある良さとかあるものに自分自身で目を向けていかないと、あ、それって意識化されていかないんだな、まあ、意識しないで自分のあるや良さにこう気づいていく方もいるかもしれないんですけども、私の場合はやっぱりかなり意識しないとダメなんだなっていうことに気づきました。自分で自分を受け止めてあげなかったら一体誰が受け止めてくれるんだ、まあそれはもちろんね、人生初のは人生にとって初めてなのは親だと思います。生まれて自分の良さを見つけてくれるのは親なのかもしれない。でもある一定の年齢になったら親兄弟とか、あとはパートナーとか、まあ、社会的な地位だとかっていうこともあるかもしれないけども、まあ、それだけじゃなくてやっぱり最終的には自分でやることなんじゃないかなって気づきました。まあ、ここまでの話ちょっと長くなりましたけれども、まあ、以上があるを発見トレーニングって一体何なのについてお話をさせていただきました。じゃ次は具体的なやり方についてです。まあ、アピちゃんから聞いた話では、まあ、毎日20個のあるを書き出して、アキちゃんは当時のコーチにそれを送っていたそうです。まあ、20個と数字を聞いて、そんなになんだと思ったんですけど、まあ、以前の私ならね、よし20個ね、よしやってよ、やったるぜってこうねやり始めたと思うんですけども、まあ、最近のね順は違います。もう力技なんかじゃやりません。もうハードルめちゃくちゃ下げます。もうね、続けることが目的ですから、ね、もうハードルめちゃくちゃ下げて、もう具合が悪くなってもできるくらいにまで下げて続けていきます。まあ、ちなみにね、第1回のあるを見つけるトレーニングに挙げた3つは、1つ目は私は自分で選べる考える力があるんだ、そして2つ目は好きな本を買えるお金がある、そして仕事がある、まあ、こんな感じです。まあね、こうよくねボディメイクっていう言葉あるじゃないですか。こう体に筋肉をつけるとか引き締めるとか、そういうのボディメイクって言いますよね。もうね、ボディメイクができるんだったら脳みそも作っちゃいます。私はセルフブレインメイクをやりますよ。もしね、あるに目を向けるトレーニングに興味を持ってくださる方がもしいらっしゃったら、ぜひねインスタやツイッターでハッシュタグある探しトレーニングで検索してみてください。もうぜひ私と一緒にやりませんか。一緒にやって自分のあるを見つけて、そしてじゃあこれからどうするんだっていう、まずは自分を受け止めるっていう練習を一緒にやっていきましょうよ、ね。今日はあるを見つけるトレーニングやりますというテーマでお話をしました。この音声コンテンツはポッドキャスト学ぶをハブファン、YouTube チャンネルじゅんじゅんブログで配信しています。チャンネル登録よろしくお願いします。登録していただけると月水金曜日の週3回更新のお知らせが届きますので、通勤途中や家事の合間などにお聞きいただけると嬉しいです。この、番組のお聞きいただいた感想や質問もお待ちしています。 YouTube のコメント欄書き込んでください。また Spotify の自己紹介欄に
インスタグラムとツイッターの URL を貼っておきますので、どちらか都合のいい方を選んでいただいて、フォローを私の方フォローしていただけると、 DM を送っていただけると思いますので、そちらの方に書き込んでいただけると助かります。それでは次回のポッドキャストまで Let's have fun! Bye!